ジェフィは J リーグジェフユナイテッド市原千葉のマスコットキャラクター。モチーフはクラブエンブレムにも用いられている秋田県。本項目では同じくクラブマスコットキャラクターでジェフィの弟のユニティ。2011年6月に加わったメスのミックス県みなちゃんも合わせて取り上げる。ジェフィとユニティはサッカーの持つスピード感、躍動感に加えファンに長く愛され、 親しまれることを願って制作された。クラブエンブレムを含め、モチーフにあえて、秋田県を採用した理由について、広報担当が、地域新聞社の取材に対し、J リーグ発足当時は、八戸市、仙台市、宇都宮市など、東日本一園に、クラブ参加のサッカースクールを設けており、東日本全体に生息する動物である、秋田県が選ばれたと説明している。 ジェフィとユニティは兄弟の設定となっている。ホームゲーム開催日には福田電子アリーナにやってくるサポーターを出迎えたり、試合前のイベントや会場の盛り上げに一役買っている。また、試合のない日は地域のイベントに参加。ホームタウンである千葉市の小学校にジェフの選手やジェフィが出向き、登校してくる児童たちと挨拶を交わすという取り組みを行っている。 その他にも、地域のお祭りで盆踊りを踊ったり、クリスマスイベントで、サポーターと触れ合ったりと、オフシーズンもフル回転で活躍。クラブのみならず、地域の活性化に貢献している。みなちゃんは2011年に誕生した3体目の、キャラクターで、同年9月4日に行われた2011年の J2 第4節、東京ベルディ戦でお披露目された。ジェフィユニティに比べて細かい設定が多い。 ありがとうございます。